113系電車用の DT21 バイト国鉄 DT21 系台車は日本国有鉄道が開発した鉄道車両用台車の1形式である。モハ90系電車をはじめとする国鉄新性能電車用として1957年に設計された工場内に置かれた DT21 バイト。左右の側枠とそれを連結する横両が溶接により一体となっていることと、 主電動機がトランサムから互い違いに突き出した一体構造の指示下によって支えられていることがわかる。ブレーキワークや揺れ枕く釣りなどの稼働部が急止によって黒くなっている。JR 東日本大宮総合車両センターにて吊り掛け駆動方式の在来電車向けである既存の DT20 とは異なり、両脇のペデスタルで軸箱の上下道を案内し、軸箱の下部左右に 浴場の座を出してそれぞれコイルバネで側枠からの荷重を受け止める一般的なウィングバネ式の軸箱指示機構を備える。ボルスター部は2列のコイルバネと衝動減衰を目的とするオイルダンパーで構成される枕バネ部を持つスイングハンガー式の揺れ枕機構を備える。この部分は将来の発展的改良を見越し空気バネへの乾燥やボルスターアンカーの付与といった 設計変更も容易な構造として設計されていた。実際にも本形式は高速台車として一両分が試作された DT21Y を経て2 0系特急電車用 DT23 や9 1系急行電車用 DT24 などの高速電車用空気バネ台車へと発展している。台車枠は DT20 の構成を踏襲し後半プレス成形材を 溶接組み立てした軽量をモノコック構造とされた。また、主電動機として、同時開発の小型軽量中空軸カルダンモーターで、ある m t 4 6 a を搭載することを前提としており、各部の強度をこれに最適化して設計してあった。さらに、軽量化のために、端張りを省略し、従来は 2450mm から 2600mm の、 範囲であった軸強 2100mm に、車輪径も 910mm から 860mm に、それぞれ縮小してあり、実用上性能に影響が出ない範囲で、限界いっぱいまで軽量化を図った設計となっている。基礎ブレーキ装置は、台車枠に直接ブレーキシリンダーを走下する台車シリンダー方式を採用し、通常は各車輪を前後から締め付ける。 両立式踏み面ブレーキを構成している DT21 バイト型のコイルバネによる枕バネ部とウィングバネ軸箱支持部。総合的に見ると、当時日本国内の台車メーカー各社が競って開発していた新型軸箱支持機構を備える台車と比較した場合、DT21 系は高速走行時にヘビ、行動発生の原因となりやすい、修道部品であるペデスタルが用いられるなど、 保守的な設計が参見され、部分的に見劣りする点があったのは否定できない。その反面、全体の構成は堅実で、完成度が高く、保守も容易であり、設計当時の国鉄の実情に適した台車と言えた。もっとも、本形式そのものについては最高速度時速 100km での運用を前提に設計されており、それ以上の高速度域での運用については枕バネを空気バネ化し、 ボルスターアンカーを付与した派生形式で対応した。このため、例えば JR 西日本で本形式を装着する113.115系について、ブレーキを改造するなどして、最高速度を時速1 0 0トルから時速1 1 0トルへ引き上げた際には、ボルスターアンカーを省略した設計ゆえにヘビ行動が多発するなど、 最高速度域での乗り心地の著しい悪化が指摘された。このことが示すように、本形式は国鉄での当初計画に従って、運用される限りは適切な性能を発揮したが、そこから一歩でも外れると、何がしかの問題が発生する、良くも悪くも、国鉄による国鉄のための台車であった。DT-21 は当初から各種の発展性を考慮して設計されていたため、 これをベースとして1958年から1960年代にかけ国鉄の電車、機動車用標準型台車として様々な派生形式が開発された。なお、本形式は国鉄の許諾を得た上で、西武鉄道でも住友金属工業 FS342 として 601K から 801K まで同等品が採用されており、同社での採用は、 合計120両に及んだ。また、これを基本としたバリエーションモデルがいくつか地方施設向けに供給されており、本形式は、明日ともに1950年代後半から1970年代にかけての日本の鉄道を代表する台車の一つであると言える。DT21X も波90形容として10両分が製造された最初の試作型台車。 プレス材の分割パターンが量産品より細分化されていた DT21YDT21X を基本に枕羽根をベローズ式空気羽根に変更しボルスターアンカーを付加したモデル DT23 以降後継モデルの DT32 以前の国鉄電車機動車用空気羽根台車のプロトタイプとなった DT21TTR64 ともに サハ101、サハ100などに採用。DT21T は当初計画通り101系が全電動車化されるのに備え、付随車用としては、本来不要な主電動機子自化などが装備されていた。これに対し TR64 は当初401.2421系、高直両用近郊系電車の制御、付随車用として設計されたもので、DT21T から、 手電動機地地化などを省略して製造された。なお、国鉄時代末期の105系、119系、121系の制御車に DT21T が採用されているが、これは廃車発生品の101系用 DT21 を伝送解除したものである。113系用の TR62、ディスクブレーキ装備のため、ブレーキシリンダーも基礎ブレーキ装置も外からは見えない。 d t 2 1 a t r 6 2五5 5系、修学旅行電車用として DT21 をベースに、時速 110km 運転対応として、紹介量を施したもの。特に TR62 は DT21 の主電動機指示化を省略し、ブレーキを両、打機式からディスクブレーキに変更したモデルで、ディスクブレーキ採用のメリットが大きかったことから、 401.421系装備車以降の直流、高直流金行電車の制御、付随車用として、長期間にわたって、大量生産された、DT21 バイト DT21 の、紹介量モデル、401.421系以降 DT50、系代車が開発されるまで、TR62 とともに、国鉄金行電車の標準代車として、大量生産された、 143形用の DT-21C、片押し、式ブレーキ装備、DT-21C 単行運転を行う機械の、多い雲屋143型用として開発された。軌道回路の短絡不良による踏切、信号等の誤作動の予防を目的として、踏みずら清掃装置が装備され、これに伴い基礎ブレーキは、これと干渉しないよう、台車中心から外側に向けて臭が押し付けられる。 片押し式のシングルブレーキに変更された DT21D 交流 1M 方式の713系に採用された変圧トランスなどを搭載する必要から床下機器搭載スペースに厳しい制約のある交流電動車用として台車の全長を短縮することが求められ DT21C と同様の片押し式のブレーキとなっている DT21 系台車としては唯一 分割民営化後に JR 各社で広く利用された MT61 系電動機を新造時に創価したモデルである JR 東日本113系115系リニューアル工事車が装備する DT21E DT21E 東日本旅客鉄道の113系115系のリニューアル工事試行車が装備、時空系が密封化されるなどの改造が施されている。 d t 2 3 t r 5 8 2 0系、特急電車用として開発。国鉄の電車用量産台車としては、初の空気バネ台車である DT21Y を基本に開発され、枕バネをベローズ式空気バネとして、ボルスターアンカーを追加した。量産開始後、厳しい設計、使用条件から、台車枠に短期間で亀裂が発生するなど不具合が続出し、 様々な対策や改良、改造が講じられた。その詳細については、国鉄181系電車を参照されたい、DT24TR5991 系、急行電車用として、DT23TR58 をベースに開発。定員乗車が、前提の特急電車用とは異なり、このため、不具合が続出した DT23TR58 とは異なり、 ほとんど改造や改良を経験しないまま廃車まで推移した。また、車体床面高さの相違から、上揺れ枕の高さも変更されている。153系に近いシステムを備える157系にも採用された。DT26 クモや791系用として、DT24 をベースに 150kW 級、大出力電動機を走加可能とすべく、 軸距三を 2300mm に拡大したモデル。DT26C 種電動機の MT55 が MT46 系と比して、軸期容量確保や低定角回転数化のため大直径化したのに合わせ、軸距の長い DT26 を基本としつつ車輪系を 860mm から 910mm に変更。枕バネを DT21 と同様な複列コイルバネに戻したモデル。 103系試作車の電動車用 TR62XTR62 TR をベースに型押し式ブレーキシューとしたモデル。103系試作車の付随車、制御車用 DT33DT26C の量産モデルで103量産車の電動車用。ブレーキシューは型押し式。車輪計 910mm。 揺れ枕釣り等の寸法と心皿高さは、系列付随台車 TR201.212 と、同等であるが車輪径が 50mm 大きく、25mm が泡枠く高さが上がる分を、相殺するため揺れ枕釣りの視点を下げている。DT33A121 軽心造に際し、DT33 を基本としつつ基礎ブレーキ装置や、バネの改良などを行ったもの。 TR201TR212TR201 は TR62X を量産化したもので、軸挙と車輪系は TR62 と変わりがない。TR212 はこれを再度ディスクブレーキ化したものである。いずれも103系量産車の付随車、制御車用 WDT33TDT33 の転送解除品。 JR 西日本引き継ぎの103系電車で制御車が不足したため電装解除して制御車化した車両に使用 DT22C がキ機派28系 DT22TR51 液体式機動車用として DT21 を基本に開発され機ハ55系三次車以降に標準採用された DT21 と比較するとペデスタルと 軸バネの天気寸法や枠の断面形状が異なり、軸箱状の空間がやや大きいほか、ブレーキシリンダーや軽め穴もない。また、起動車に特有の逆天気をトランサムから伸びる2本の天動防止用リンクで支持するため、トランサム周辺の構造も異なる。また、両形式ともブレーキが片押し式となり、枕羽根釣りの寸法や形状が DT21 とはやや異なる。 DT22ATR51A キハ 20.5556.58K に採用。最初の量産モデル。DT22 バイトキハ 10K 機動車用。DT27TR67 を急行形機動車へ転用した際に発生した。DT22A の逆転機周辺を回収したもの。DT22CTR51 バイトキハ 20.5658K 用。 DT22ATR51A の改良型で、各系列とも途中より切り替え、あとに基波30 k などにも採用。DT22DTR51 新基波40、k 用、40 k の逆転機が変速機内蔵型となり、減速機のみが台車創価となって、トランサム形状が変更されたことなどによる形式変更。申請としては、 d t 2 2系の最終形式にあたる、d t 2 2 e t r 5 1 e k h 三3 7型用、廃車発生品を回収したもの、DT22 回 EKHA54 型500番台用、廃車発生品を回収したもの、DT22GTR51EKHA31.32、系用、廃車発生品を回収したもの、DT25DT25ATR61、 TR61A 施作のキハ60形容として、DT22 をベースに開発。すべてディスクブレーキを採用し、DT25、DT25A は一台車に、軸駆動を実現した。なお、キロ6 4の DT25A、TR61A は、ベローズ式空気バネ台車である、DT27、TR67 いわゆるキハ81、形容として開発された。 DT22TR51 の枕バネを、ベローズ式空気バネに変更し、ボルスタンカーを付加したモデルである。キハ8 1系の台車は後に、DT31ATR68A へ、交換されたため、余剰部品となったこれらはキハ5 8系へ、転用された。DT31A 型キシ8 0系 DT31TR68DT27、 TR67 を基本にディスクブレーキ化したものを、ダックレール区間のある新越本専用機ハ57系のために開発され、その後 DT31A31 バイト TR68A と量産途上での紹介量を加えつつ機波82、軽用台車として量産された。特に駆動軸の場合、逆転機と最終減速機が吊り下げられた狭い空間に、 ディスクブレーキを押し込んであったため、ブレーキパッドの交換や点検を行う保守人からは不評であった。もっとも、そのブレーキ性能は良好で、乗り心地も良く、機動車特急ネットワークの形成と発展に大きく寄与した。TR66 重量課題が原因で標準の TR54A が使用できなかったパンタグラフ付き電源車であるか222形用として設計され、 改良型の TR66 バイトがカニ24型にも採用された f s 3 4 2系、f s 3 4 2 t はいずれも、伊豆箱根鉄道1 1 0 0系、f s 3 4 2 f s 3 4 2 t f s 3 4 2は TT21 の同等品で1962年の6 0 1系。 以降801系までの西武鉄道で申請された電動車とそれらの車両と同じく西武所沢車両工場で製造された上新電鉄200系の電動車であるデハ200にも採用された。なお、上新電鉄のものは同形式が採用した小型軽量の1 0 0ット級主電動機に対応してマイナーチェンジが施されている。 付随台車の FS342T は上進、電鉄200系の制御車である、区派300に採用されたほか、後年西武鉄道から他社への車両上渡時に、FS342 を伝送解除したものにも与えられた、形式名で、西武鉄道のものは両、抱きブレーキを装備する、ST 式扉閉装置の使用権の国鉄への無償供与と引き換えという形で、 その採用と、住友金属工業での生産が、国鉄から許可されたと伝えられている。ナナマイス -13 福島交通で、ハ 5000K5012.5013 に採用。後術の ND-108ND-109 と同様、ボルスタンカーを備える。駆動装置は吊り掛け式。ナナマイ三 -31 福島交通もハ5300型に採用。 駆動装置は吊り掛け式。ND-104E を鉄道600系電車も、波601.602に採用。組み合わされる駆動装置は、WN ドライブである。108A 型福井鉄道200系の連接台車。ND-108ND-108A 福井鉄道200系電車に採用。両端の ND-108 は、DT21 を基本としつつ、 側枠形状を変更し、ボルスターアンカーを付加した構造のものである。このボルスターアンカーと、側枠を結合する、指示下は、側枠外側に露出して取り付けられた、ブレーキシリンダーとの干渉を避けるために、S 字状の複雑な形状となっている。また、付随台車となる中間の ND-108A 和に、車体をつなぐ役割を持つことから、専用設計の心皿を備え、 路面電車のように道路を走行する区間を考慮し、線路の縦方向の強い屈曲での車体との干渉を避けるため、側枠も上辺を揺れマクラブを中心にして、前後を斜めに大きく削った特徴的な形状となっている。こちらも ND-108 と同様に、ボルスタンカーを装備するが基礎ブレーキがディスクブレーキとされたためブレーキシリンダーを側枠に外付けする必要がなく、 ボルスタンカー周辺はシンプルな形状のものとなっている。なお組み合わされる駆動装置は WN ドライブである ND-109.109A 北陸鉄道6000系電車に採用 ND-108 と同様ボルスタンカーを備える ND-112DT21 の同等品で富士急行5000系電車に採用。組み合わされる駆動装置は ND-104 や ND-108 同様 WN ドライブである ND-217ND-217T カシマリン海鉄道6000系7000型に採用 DT-22TR51 の同等品 NP-116DNP-116T 三陸鉄道36型に採用 DT-22TR51 の同等品 NP-119DNP-119T 南阿蘇鉄道 MT-2000 型に採用 DT22TR51 の同等品 KD-207KD-207A 上新電鉄200系電車の東洋工機で製造された車両に採用 KD-207A は付随車用 TS-122,966 年東急車両製 d r 2 7 0 0系機動車用、日本国鉄向け DT21 を基本としつつ、主電動機創化に必要な部材を省略して、最終減速機の電動防止用リンクの支持化を付加した構造だが、DT21 で側枠の軸バネ部と揺れ枕釣りの間に設けられていた肉抜き穴が省略されており、DT21、DT22 双方の特徴が混在する。 tr-271967 年、何わ後期、川崎車両製、メーカー形式、川崎 654? 枕バネを単列コイルバネとし、ボルスタアンカーを付加したもの、tr-281968 年、tr-27 と、ほぼ同一設計であるが、ボルスタアンカーをやや低くしたもの。 t r 2 9百9 6 8年日本、車両製、メーカー形式 nt-15、tr-62 を踏み面ブレーキにした、客車用仕様、t r 3 0百9 6 8年停車、新潟、富士、近畿、東急製、tr-28 の揺れ枕ツリリンクの長さを延長したもの。 tr-31,969 年儀車、川崎車両製、メーカー形式 ks-130、枕羽を複列コイルバネとし、かつボルスターアンカーを付加した構造のもの、tr-33,969 年日本、車両、日立製作所製、メーカー形式、kh-74、tr-27 の揺れ枕釣りリンクの長さを、 延長し設計変更したもの。TR-34,969 年日本。車両、日立製作所製 TR-33 を、電源車用に、バネ定数を変更。大荷重対応としたもの。TR-35,969 年。新潟、富士、近畿車両製 TR-30 と、ほぼ同一設計であるが、 ボルスタンカーをやや高くした構造のもの。側受けを大型化している。TR-361970 年日本、車両、帰宅製作所制。TR-33 の小変更。TR-371970 年日本、車両、帰宅製作所制。TR-36 を、電源車用に、バネ定数を変更したもの。 tr-38,970 年、東級車両製、tr-30 と、ほぼ同型ながら、ボルスターンカーの長さを、やや短縮したもの。tr-39,970 年、富士重工業製、tr-35 と、同型で、交代価客車の老朽代車交換用として、側受けを内側に移設したもの。同等品、流用品。 他事業者からの中古品を使用する車両を、DT21 を装着したまま改造された、車両を、他事業者から DT21 を装着したまま譲り受け、使用されている車両を含む、同等品、流用品、他事業者からの中古品を使用する車両を、DT22 を装着したまま改造された、車両を、他事業者から DT22 を装着したまま譲り受け、使用されている車両を含む、 ありがとうございます。